KPC チャンネル PDCA スクール。はい、どうも皆さん、こんばんは、こんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にでございます。皆さん、高専模試、高専そっくり模試ですかね。ご受験いただきありがとうございます。そしてお疲れ様です。模試を受けてなくても、まあ、今日、昨日、明日、休日だと思うので、勉強、頑張っている方々も、お疲れ様です。一日中ね、勉強している人もいると思うから、しっかり休んでくださいね。ということで、今日速報ということで、高専入試第2回目本番そっくり模試、50人以上、各科目50名以上受けていただいたので、中間発表ということで、平均点発表していきたいと思います。第1回目の時も発表しましたよね。あんな感じでちょっと確認していこうと思います。各科目50名以上受けてくださいました。1日2日、経っただけなのに50名以上、もうすでに受けていただいているということで感謝いたします。じゃあ見ていきましょう。5教科ね、それぞれ見ていきたいと思います。まず最初、社会からいきましょう。社会だけね、毎回ってまだ2回しかやってないんですけど、1回目も2回目もね、あんまり人気がないんだよね。後回しにされちゃったり受験しなかったりみたいな感じなんですよね。じゃあ社会から見ていきましょう。社会は受験者数64人受けてくださいました。お疲れ様です。じゃあ平均点高かったです。社会ちょっと簡単に作ったんで、こちら 74.8。 皆さん仕上げてきました。めちゃくちゃ勉強してますね、皆さん。で、今回公民は少なめで、3回目4回目高専模試の時にちょっと公民を、本来の高専入試と同じぐらいの分量にしたいなと思ってます。で、中央値ですね。平均値と中央値、皆さんこれ中1の範囲の、高専入試でも問われるかもしれないことですよ。平均値と中央値どんな違いがあるか皆さん知ってますか？ちょっとこれはね、また今度機会があったら説明したいと思うんですけど、今回ざっと説明するんだったら、極端に高い人だったり極端に低い人のデータ、これが影響されにくい、まあ、されてないって言ったらちょっと言い過ぎですが、されにくい値、こちらがメジアン中央値です。で、なんで平均値より中央値の方が影響されにくいのかっていうのは今度説明しようと思います。これね、説明問題の丸バツクイズで出されてもおかしくない、知っておいた方がいいことです。で、中央値が 75.3、少し高くなるという感じです。で、次ですね、最高点と最低点が以下の通りです。で、プレミアムレッスン受けてる人だけのデータも出してみました。ちょっと高いですね。まあでもやっぱ専門的に、社会の高専入試向けの対策をしてるから少し高くなるのは当たり前かなと思います。はい、そんな感じで、もう一つデータとして皆さんにご提供したいのが、間違えた人が半分以上だった問題。まあ逆に言うと、正答率が 50% 未満だった、そういった問題がこちらになります。しっかり確認して、他と差をつけれるように頑張りましょうね。じゃあ、次行きましょう。社会の次は国語です。国語は75名の方が受験してくださいました。見ていきましょう。平均点はこちら 68.9 でございます。こちらも前回と比べたらだいぶ高いのかなって思いますが、皆さん仕上げてきましたね。しっかり国語のね、勉強の仕方だったり取り組み方、こちらを知ってる人が増えたからではないでしょうか。こちら中央値は少し高くなって 72.6。 極端に低い人がね、なんていうんだろうな、なんて平均値と比べて影響が与えられにくい、そういう代表値ですからね、メジアンはちょっと高くなるかなと思います。こちらが最高点と最低点です。こちら94点と21点、94点の人すごいですね、頑張ってます。でこちらがプレミアムレッスン受けてくださってる方、だいぶ差が出てますね。国語はやっぱりその国語は手数こなすのと、いろんなパターンの問題こなすのと、やっぱりね、国語の勉強の仕方からまず0から1を強制するっていうのが大事だから、これですね、この差が生まれるのかなとは思います。じゃあ次行きましょう。こちらです。これが正解率 50% 未満の問題です。しっかり確認して正答と照らし合わせてみましょう。じゃあ次行きましょう。次は英語ですね。英語73名の方が受けてくださいました。平均点発表します。こちら64.2 点です。だいぶ高くなってますよね。同じぐらいの難易度で作ったんですけど、前回よりかはだいぶ高くなって、同じぐらいかな、どうだろう。でも、6割全部乗ってくる。しかも社会7割っていうのはすごいことだと思うんで、皆さんこの調子でね、勉強頑張ってください。で、次、中央値は2点アップということで、やっぱり低すぎる人の影響が与えられにくいのが中央値なので66点ということです。じゃあ最高点と最低点を発表します。こちら、やっぱりね、勉強してる人とでちょっと苦手な人の差が激しいかなってところです。で、こちらがプレミアムレッスン受けてる人と受けてない人ですね。まあ、平均点も8点ぐらい変わってますからね。これもね、長文ガンガン読んでるので、やっぱ差が開いてもしょうがないかなっていうところですね。こちらも長文の読み方から指導してるので、やっぱりかなり変わると思うんですよね、点数として。ここもちょっとターニングポイントかなと思います。長文問題がやっぱり半分以上点数占めてますから、ここで差をつけないとちょっと厳しいというところです。はい、そういうところでした。それではこちらですね、正答率 50% 未満の問題数、問題がこちらです。しっかり確認してね、ちょっと並び替え問題ね、難しく作ったんでしっかり確認しておいてほしいですね。はい、ということで、ちょっとお知らせですね。冬季講習お知らせさせていただいております。こちらもう早速28名もの方にご応募いただいてます。いや、ゆっくりでいいんですかね、考えられるの。すぐに焦らなくて大丈夫ですということで、こちらお知らせしておきます。急がなくて大丈夫です。11月末までに、間に合えば早期特典をプレゼントさせていただきますので、焦らなくていいですからね。しっかり、なんて言うんだろう、お気軽にするような、なんて言うんだろうな、お値段じゃないと思うんで、しっかりご家族と話し合って、本当に必要かどうか、ちゃんと教材が届いた時にこなせれるかどうか、本当に自分が今この教材が必要かどうか、間に合ってるかどうかっていうのをしっかり確認した上で、応募してくださいね。はい、あとでやっぱり高専模試もね、受けたいなってどうかも確認ですね。やっぱり実践練習したいなっていうことが、いや、もういいかな、なんか市販の過去問だったりそういうのでいいかなって人は、そういうのを含めて判断していただけると、ベストかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。で、ちょっと問い合わせがあったんですよね。15件ぐらいだったかな。やっぱりニーズがたくさんあって、高専模試のその高専入試本番そっくり模試だけ、第3回のこの模試だけで、なんか購入だったり販売だったりってありますかっていうご質問だったんですけど、これを単品販売するかどうかは今のところ、未定とさせていただいてます。で、もし開催するとしたら、だいたい4000円から5000円で、優勝で、開催しようかなと思います。まだちょっと未定なので、決まり次第すぐにご連絡いたします。はい、ということで続きいきましょう。理科です。理科は人気なんですよ、毎回。理科はね、みんな受ける、すぐに、初日かね、2日目にすぐ受けてくれるんですね。93名の受験者さんでした。今ね、まだ初日なのにもう100名弱受けてくださってるのでびっくりしました。皆さんモチベーション高いですね。で、平均点やや他のとは低め、
62.8 でした。そして中央値が少し上がって 64.3 です。で、最高点と最低点がこちら。ちょっと難しかったかな、前回と比べたらっていうところですね。で、最高点と最低点、プレミアムレッスンの方がこちら。ちょっと変わりますよね。はい。ということで、ちょっとね、皆さんちょっと疑問に思ったかもしれません。これ、プレミアムレッスン受けてるって、僕が考えた問題を解いたり、ね、僕が思ってる高専指導を受けた上で、僕が作ってる模試を受けてるんだから、点数上がって当然でしょうって、ね、仕組んでない？え？なんか解けて当たり前じゃないって思うんですよね。僕も、で、最初そう思ってる方がたくさんいると思うかなと思って、ちょっと説明しようかなって思いました。これですね、実は、こうなってるんですよ。作問者がそれぞれ全部僕じゃなくて、3分の1僕、で、3分の1教材開発会社勤めの友人、ちょっと報酬をね、用意して作ってもらってます。で、残りの3割が業者さん、お知り合いの業者さんに作っていただいているという具合なので、僕が全部作ってるわけじゃないので、ね、この上がって当然だよねっていうのは、まあ、半分本当で半分嘘かなという感じかなと思います。はい。ということをちょっとね、説明しておきたいなと思いました。ということで、最後です。最後の前にちょっと理科ですね。理科のこれ。正答率が 50% 未満の問題。これ確認しておいてください。これ結構多いですね。50% 未満しか答えられなかった問題。これちょっと確認して復習したいですよね。はい。じゃあ次行きましょう。数学です。数学もいきなり出しました。こちらが結果です。数学は86名で平均点が 64.8。で、中央値が 67.3。で、最高点と最低点がご覧の通りです。はい。ということで、数学プレミアムレッスンになると、まあ、あまり変わらないぐらいですかね。ちょっと数学もちょっとイレギュラーな問題多めにしてると思うので、まあ、自分の点数プラス5点、6点ぐらい。まあ、でも取れてる人は取れてるんで何とも言い難いんですけど、本番、実際の高専入試を受けるんだったら、プラス5点ぐらい、ちょっと難しめに作ってるんで、プラス5点ぐらいを考えてもいいかなって思います。今のところの点数ですからね、あまり高すぎるとか、気にしすぎない方がいいかもしれません。もしかしたらこのままかもしれませんけど。はい。ということで、こんな感じです。で、50% 未満。今のところ正答率 50% 未満の問題はこちら、しっかり確認しておきたいところです。はい。ということで、中間発表でございました。フリート配信に移りましょう。答え合わせですね。今のところですね、@kpcpdca というアカウントで配信しております。何を配信しているかというと、高専入試の予想問題、同じ形式だったり、よく出ている単元、こちらをピックアップして皆さんに今、無料でお届けしているコンテンツになっております。こちらの画面、僕のツイッターのアカウントに行っていただいて、こちらですね、フォローしていただいた上で、上の方にフリートの画面が出てきますから、ここをタップしていただくと問題が見れます。こんな感じですね。今日は何回目、頑張っていきましょう、みたいな感じでね、問題解けるように手配してますので、で、毎回の動画でこうやって答え合わせかーいって感じでやっていこうと思ってます。じゃあ今日はもう一気に10、11、12全部やっていくので、一気にやっていきます。ですので、自分が解いてるところの回まで動画見てくださいね。しっかり自分でノーヒントで解いた上で、今からの答え合わせ回の動画を見てください。じゃあ10回目からいきましょう。この問題はですね、レルラレルの5の識別の問題ですね。レルラレルの5の識別です。2年前ぐらいに出てましたね。でも一応やっておきましょう。これは答えから言うと、それぞれ ABCD、それぞれ用語4つあるんですね。レルラレルは4つあります。覚えておきましょう。尊敬、自発、可能、受け身。それぞれが問題と、アルファベットと対応してますので、確認しておきましょう。まあ、目上の人が使、なんたらされる、お越しになるとかっていう意味でね、来られるとか、そういう意味でラレルを使うときは尊敬、みたいな感じで、それぞれ自発、可能、受け身っていう風にあってます。で、一番難しいのが D。C と D はわかるじゃないですか。英語で言うと can。で、D が B プラス過去分詞みたいな意味。で、D だよね、この。D の自発。これはね、もう例文を覚えた方が早い。例えば、母の身を案じる、案じられる、母の身が案じられるとか、秋の風が感じられるとか、ふと自然に自分が、あ、何々だなとか、あ、何々心配だなとかっていう風に自発的に感じたり、感情が想起される場合、自発の用語って言います。例えば、これに書いてある通り、ふるさとの、紅葉した山々が思い出されるだったり、このね、紫で書いてある友人のことが案じられる。こういう風にふと思い立つような言い方はこの D なので、もう例文から覚えちゃいましょう。で、ACD は直感的にわかると思いますので、こうやって振り分けていったらわかりやすい問題だと思います。で、今回は案じられるは自発で使われているので、D の自発が正解ということでございます。OK でしょうか。じゃあ次いきますね。これはですね、簡単だったので答え、表示しておきます。確率の方は簡単ですよね。確率はもう樹形図見ていただいて、ちょっと自分で解釈していただいてほしいんですけど、こちらの数の規則性の方をちょっと解説しておきましょう。これね、数の規則性、タイルを並べていく問題なんだけど、まず規則性を見るために、それぞれのタイルの枚数を、まず並べましょう。1、4、9枚、1、4、9枚みたいな感じで並べていきましょう。で、答えはまあ32番目なんだけど、最初に出しておきます。で、こういうふうに1、4、9枚、1、4、9枚って並べていって、でね、数の規則性のコツみんなわかってると思うけど、それぞれの番号ね、1番目、2番目、3番目、4番目っていう出席番号の値と、タイルの枚数がどんな関係にあるかなっていうふうに探していきます。じゃあ1番目、2番目、3番目、1番目なら1、2番目なら4、3番目なら9っていう風に、あ、出席番号の2乗になってるじゃんっていう風に気づけたら OK ですね。で、皆さんこれできたと思うんで、こういう風にできたはずです。あ、出席番号何番目の2乗っていう風に関係性がなってるから楽勝じゃんっていう風に分かったはずです。では、この式が立てれますよね。1024枚かな？タイルが1024枚ってことは、その番号が2乗になってるはずだから、n の2乗イコール1024。この二次方程式を解くと、プラマイルート1024。ただし今、n っていうのは自然数だから、プラマイじゃなくて、プラスだけでいいよねっていう風になって、ルート1024を素因数分解して綺麗にしたら32という風に出たはずです。はい、ここまでね、途中式説明できたら100点。答えが出たら80点って感じで見ていってください。きちんとね、途中までね、あ、こういうところでね、ここもちゃんと気にできてる人はもう100点だと思います。でもとりあえず32って出せました。いいでしょって人は80点。って感じでちょっと、細部まで気にできる。そういう風にね、数学進めていってほしいと思います。はい、じゃあということで次行きましょう。これ英語ですね。ちょっと難しかったかなって思うんで、解説します。こちらです。これはですね、まあ、答えです、これ。ちょっと皆さん眺めてみてください。ちょっと難しいんじゃないかな。完全に理解できる。ちょっとね、解説するよ。まず、こう見てほしいね。主語、動詞、人物。こうなってますよね。He asked me which bus to take. He asked me までは大丈夫と思うんですよ。主語、動詞、人物の人までは大丈夫。でも、物？え？塊で物ってどういうことだ？ここがみんな苦手なところなんでね。ちょっと解説するよ。これの仲間、まず、ask 人物ってなってるけど、give 人物、buy 人物、bring 人物っていう風な、こいつらと同じ仲間ね。今回中3の最後の範囲が省かれてるから、こういうイレギュラーなところは特に気にしてほしいんだよね。中2の初めら辺で習ったはず。で、
もうちょっと進めていきましょう。これ、ね、疑問詞プラス主語プラス動詞じゃなくて、ちょっと待ってね、これ5時です。疑問詞プラス to do だ。皆さんこれ最近習ったはず。疑問詞プラス to do っていうのは、これポイントね。疑問詞プラス to do っていうのは、塊で名詞になります。疑問詞プラス to do っていうのは、塊で名詞ね。だからここは塊で名詞になるんだよ。ちょっと待ってね。ちょっとハプニング。塊で名詞になる。だから、目的語というか、動詞の後に来ることができるんだよね。what to do, when to do とか、ね、where to do。だから疑問詞プラス to do っていうのがあったけど、これね、塊で名詞として見てほしい。だからこれは、どのバスに乗ればいいかということ。どのバスに乗るべきかということ。ことで終わってるでしょ。だからここが塊で物になって、give 人物とか、ask 人物っていう物の部分に塊、4つの言葉で塊でこれ。だから、ここに物っていう風に書いてるっていう風に解釈してくれると、とても分かりやすいと思います。だから、この語順が正解。OK かな。全体としては、he asked 人物。ask 人物。人に物を頼む。人に物という内容を頼む。で、その最後を見てください。ここの物。ここの物の塊の名詞の部分に最近習った疑問詞 to do。疑問詞 to do が隠されています。これは塊で名詞になることができるので、動詞の後だったり、give 人物の物の部分に来たりします。これは注意してね。じゃあ次、下の方見ていきましょうね。これだ。これまずね、I usually read books。私は大抵本を読みますまでは大丈夫なんですよね。じゃあ、どのくらいの時間かっていうのが説明されているんだ、ここで。じゃあ、まず、疑問詞プラス名詞、疑問詞じゃない。さっきのが混ざっちゃった。前置詞プラス名詞っていうのがまず頭に入ってないといけない。前置詞プラス名詞でビビッとこないとちょっとアウトかな。書き講習取ってくれてたり、あとプレミアムレッスン取ってくれてる人はもう理解してると思うんだけど、まず疑問詞プラス名詞を作ろうかなっていうふうに思ってほしい。なので、for の後に塊で名詞を持ってこないといけない。で、次のスライドに行くと、まず前提知識として、for A で A の間。これは大丈夫だよね。で、次、more than A で A 以上。これを全て加味すると、for more than A で A 以上の間っていう風になるから、この答えになるんだよね。OK かな。ちょっとここは難しかったはず。ちょっと難しめの問題だったかもしれません。じゃあ次、これはね、大問4対策だよね。英語の大問4の並び替え対策だからしっかり把握しておきましょう。じゃあ次行くよ。これ、理科かな次。理科。これちょっと難しかったかもしれないけど、この前、4日前ぐらいに解説してるんですね。これが答えなんですけど、ちょっと解説してあげたいんだけど、みんなの力つけてほしいから、この動画でやり方解説してるんで、理科の部分見ていただいて、これね、解けるはずなんで、A、B、D ってなるかどうかきちんと確認してね、覚えるんじゃないよ。どういう時に釣り合いで、どういう時に作用反作用なのかっていう判別の仕方をきちんとこの動画を見て、この動画の最後ら辺で語ってますから、しっかり勉強してみてください。はい、ということで次行きましょう。社会ね、ここら辺の啓蒙思想の内容、ちょっと難しいですよね。これどういう風になってるかっていうと、まあ、答えからいきましょう。こうです。ルソー・モンテスキュー・ロックなんですけど、まず一番下のここの青いところ見てください。青いところ。ここってロックが唱えた抵抗権について言ってますよね。抵抗権。だからここ抵抗権だなって思ってロックだと思ってほしい。で、あと真ん中のここ。ここはね、真ん中を答えてほしかった。結構これみんな間違えてた。半分ぐらい間違えてたかな。モンテスキューは確か三権分立、法の精神っていう本の中で三権分立を唱えてたから、三権分立のことが書いてるなっていう風にまず2から、埋めてほしかったかなって思います。でね、ちょっと登記講習あるじゃないですか、登記講習。特にみんなが苦手だと思ってるところ。これかな。ここでちょっとまず、社会ではまず真っ先には、この啓蒙思想ら辺の内容。ね、ルソー・モンテスキュー、あとなんだ、後で出てくるけど、ピューリタン革命とか、名誉革命とか、権利焦点とか、あそこら辺ってなんか地味だし、興味ないし、堅苦しい話だし、よくわかんないね。ちょっとそこもね、一つの、なんて言うんだろう、目当てじゃないけど、ちょっとターゲットで、一気に、得意科目、得意単元にできるように、みんなと一緒に勉強していこうかなって思ってます。ここら辺の内容ね、ちょっと嫌な感じしますよね。苦手な人多いんじゃないでしょうか。はい、ということで、10回目、回答終了ということで、続いていきましょう。11回目ね、11回目の内容はこんな感じだった。数学からいきましょう。これね、まあ、基本問題だからできてほしいんだけど、まあ、これ回答ね。ちょっとこの回答を見て、できるかどうか。これほとんどの人が合ってたから大丈夫だと思うんだけど、表面積だけちょっと気をつけてね。表面積はちょっとね、4、8等分するだけじゃダメなんだよね。ここをちょっとね、皆さん、気をつけてほしいかなって思います。じゃあ次、行きましょう。これね、回転体の体積。これもね、一回書き講習でやってるから、皆さんにお任せしたいと思う。この回答をしっかり見て、自分で理解できるかどうかチェックしてみてください。もし自分でできなかったら、メールだったり、DM、Twitter の DM だったり、LINE で聞いてみてくださいね。はい、じゃあ次、こちらですね、英語です。英語もね、ちょっと難しかったと思います。まず、How many people in need are there? で、as of now っていう風に書いてますけど、まずこれがちょっと読みにくかったよね。ちょっと復習しておくと、in need で困ってる。in need で困ってる。で、as of なんたらで現在で。as of なんたらで現在で。なんたら現在でって意味なんで、これ訳すと、あ、ちょっとまずね、ここ、疑問詞プラス疑問文って見れたら OK。ここ書き講習とかプレミアムレッスンで言ってるんだけど、疑問詞プラス疑問文で見れたら OK。困っている人々がどれくらい今現在でいますか、そこに存在しますかって言ってる感じ。疑問詞プラス疑問文、B 動詞の疑問文っていう風に塊で見れたら OK。で、in needってところと、as of なんちゃらってところが、ちょっと皆さん忘れがちな表現なので出してみました。で、これ上の文章は、今現在で困っている人々、やばそうな人々はどれくらいいるの、何人いるのっていう風に言ってます。で、答えから言うと、most of these people have already been dead。 こんな感じですね。それらの人々のほとんどがもうすでに死んでる状態だったよっていう風に訳します。これはね、most of とかが来たら、まず構成入試の題も読んで、みんなを引っ掛けるね、大好きな表現なんだけど、過去も見てください。most of 結構出てますよ。most of が来たら、もう most of なんちゃらで、なんちゃらのほとんどっていう風に、まずちょっと塊で作ってみる。これはね、有効な手段なんで、高専入試の題目を読んで、most of があったら、most of なんちゃらをまず狙ってみてください。これコツね、皆さん知っておいてください。はい、じゃあということで社会行きましょう。はい、ここら辺さっき言ったところ、微妙なところ、わかりにくい、うろ覚えなところなんですよね。ちょっと確認しておくと、これ答えです。ここね、やっぱり、先ほど言った通り、登記講習でしっかりやっていこうかなと思ってます。だって地味ですよね。思いません、皆さん。なんかここら辺、あんま堅苦しい話で、人権がどうのこうので、なんか王様にクーデターを起こすなの、ちょっとよくわかんない。専門的にね、塾に行って教えられたり、自分で調べないとちょっと厳しいところなんじゃないかなってところです。はい、じゃあちょっとこれ確認しておいてくださいね。で、じゃあ次、理科はね、この回答なんですけど、しっかり見ておいてくださいね。ちょっと問題は今回、春のね、割愛して答えを提示しておきます。しっかりスクリーンショットしてると思うんで、皆さん、この答え自分で解けるかどうかチェックしてください。中学校1年生ぐらいの内容で解けると思うんで、チャレンジしてみてくださいね。わからなかったら、LINE、メール、DM してください。じゃあ、12回目突入しましょう。こちらですね、国語。
国語ね、あ、まだこれ12回目じゃないかな。11回目か。失礼して。これね、12回目じゃなくて11回目です。これ国語の問題ね、これどういう問題だったかっていうと、これね、大人の人もね、多分間違える人が多い。いろんな人が間違えるような、この言葉の使い方っていうのをや、持ってきてみました。多分ね、これ、多分調査したら半分ぐらいの人が本当の意味言えないんじゃないかな。で、実際にみんな結構間違えてた。じゃ、チェックするとこうです。あ、これもね、直さないといけないね。まずね、役不足っていうのが、これね、本当ならね、どこで見るかっていうと、いかな、いで間違える人が多かったかな。これ本当はうなんですよ。いや、自分じゃこの役、なんて言うんだろう、しょぼすぎるでしょ、みたいな意味で、ちょっと偉そうに使う意味で使われてるのが一番。みんな、いで使います。いで間違えて使うことが多いらしい。で、次、情けは人のためならず、これはね、国語の教科書にも採用されてるぐらいで、これはね、あが答えなんだけど、これは、えかな、ならずって言っちゃってるから、否定のずっていう風にみんな間違えちゃって、えの意味で使っちゃうことが多いかな。これ。2はえで使っちゃう。間違える人が多い。で、3は補足。補足は答え、あなんだけど、これはね、いで間違えちゃう人が多かったかな。いで間違えますよく。で、4、確信犯。これもね、あとかで間違えるかな。うん、あとか、えで間違える人が多い。でもこれ本当はいなんですよ。間違えないようにしてくださいね。これ結構ね、間違えることが多いんで確認ですね。ということで、第11回目、ここですね。11の内容が終わりました。じゃあ今から12ね、12の答え合わせ会をやっていきます。今日、あ、昨日出したか、今日の朝かな、出したばっかりなんで、まだ解いてない人は解いてから、見てみてくださいね。じゃあ行きます。こちらの問題です。理科、社会、国語、この画面で一気に写しました。じゃあ答えから一気にいきますね。どん。理科が7番、社会が8、9、そして国語、これもね、間違いやすい表現集めました。BAC です。じゃあそれぞれ見ていくと、上から。これはね、7だけなんですよ。で、反射かどうかをね、チェックするためには、まず一つの目標としては、人類全員共通ではないかってところです。1から6番って、どんな人間でも、おそらくこれっていうのは、起こることなんですよ。人種異なることなく、人種関わらず、全員1から6は自然に反射で、体の作りから、本能的にやっちゃうことだと思うんですよ。じゃあ、7も なりそうじゃんみたいな。7も、なんか梅干しとかレモン見ただけで、唾液が湧いてきそうじゃんって思うかもしれないけど、レモンだったり梅干しの存在が知らない人が、梅干しとかレモン見ても、多分何も感じないと思うんだよね。生まれてからね、レモン見たことない人が、レモンこうやって。あ、黄色い、果物みたいな、なると思うんですよ。で、7だけ人類全員共通ではない。で、1から6はおそらく、どんな人でもおそらく反射で起こってしまうことっていう風に見分けると、7だけっていう風に選べると思います。ちょっと全て選びなさいって意地悪な言い方だから、2つ以上かなっていう風に、例えば7と5っていう風に選んだ人がおるんですけど、ちょっとそれはね、しっかり見極めて、答えてみてほしいかなって思います。人間は高温動物だからね、5は全員保たれます。じゃあ次、社会は8、9で、これね、覚え方があります。国会の覚え方、国会の仕事の覚え方、前回、チェックする、チェックしたり、これ本当に大丈夫っていう風に、そういう役目だよっていう風に教えたんだけど、他にも実はあるんだよね。で、これはどういう覚えてほしいかっていうと、国会は基本的にはチェックする仕事プラス憲法内国上段よっていう風に語呂合わせで覚えてください。憲法内国に上段よっていう風な語呂合わせね。これ語呂合わせ、それぞれ、頭文字が憲法の憲は憲法改正の発議、法は法律の制定っていう風にそれぞれの頭文字を取ってるので、これでまず暗記してみてください。これねポイントです。じゃあ次行きましょう。あ、ちょっと国語確認しとこうね。国語は悪運が強いっていうのはどうやって使われるかというと、これは悪いことをしてもその報いを受けないって意味なんですね。よくね、これなんて言うんだろう、 A とかで間違えて使う人が多いかな。 A で間違えて使う人が多いかなと思います。で、次2番、雨模様だね。これはね、 B で間違う人がいます。本当は A って意味なんですね。で、次3番、お膳立てしてくれるよ。これもね、B で間違う人が多い。うん、間違えて B で使ってる人が多い。だから本当はこれ C。うん、A もね、ほとんど正解なんだけど、より近いのは C かなっていう感じです。はい、ということで、国語、社会、理科、一気にやっていきました。ちょっと難しいところだよね。しっかり語呂合わせ、判断の仕方、で、見つけやすいところ、そこをしっかり押さえて、みんなと差をつけましょうね。じゃあ次。数学です。これはね、資料の活用で、ね、中1の問題だから割愛するよ。しっかり回答を見て、自分の考えと合ってるかどうか、もし違っていたら自分の考えがどこで違っていたのかっていうのをしっかりこれで確認してみてください。じゃあ、これが難しかったでしょ。僕もね、ちょっと一瞬悩んだ。2、3分ちょっと考え込んでしまった。これはね、どうやって考えるかっていうと、まずこちら側の回答を動画を止めて、もしくはスクリーンショットして悩んでみてください。ちょっと次のスライド見せるまで、ちょっと悩んで頭使ってほしいんだよね。じゃあ行くよ。これね、次のスライドめっちゃわかりやすいから、ちょっと力つけたい人は、この画面でちょっと悩んでみて。一時停止して悩んでみて。じゃあ行くよ。次のスライドで多分わかると思う。はい。黒い面積を求めようって言われてるんですよね。黒い面積はこの黒い斜線で表しました。黒い斜線って緑のでっけえ扇形から、緑のでかい扇形から、これね、じゃあどうしよう。緑とオレンジ足して、そこから赤引いたら黒いところ出ませんかって見たら、いけるんですよ。もう一回言いますよ。黄色と緑を足します。黄色と緑を足して、そこから赤い三角形引いたら黒色のところ出ませんかって見る。これで理解できるはずです。ね。これね、いっぱいね、この足し引きする面積の問題やってたら気づいてくるんだけど、練習ね、これ。じゃあ、これ、ここの回答が読めるはずです。黄色から、オレンジと、黄色かオレンジでもどっちでもいいですけど、緑足して、そこから赤引いてあげる。そうすると、うまく出せるんじゃないかっていう考え方。で、これをちょっと考えてみてほしいかなって思います。で、今、黄色いところと赤いところって面積等しいんですよね。なんでかっていうと、見てください。赤い三角形が30度回転したところが黄色い図形だから、結局ここが、プラスマイナスというか、ゼロになる。相殺してここがゼロになる。黄色イコール赤だから。ね。だって回転移動しただけだもんね。赤い三角形が、よいしょーって、30度移動して、こうなっただけだから、じゃあ0になって、緑だけになって、結局じゃあこれ緑の扇形求めればいいんだねってことがわかるわけです。OK。じゃあ緑の扇形の面積を求めたら4分の75倍ってことで、皆さん計算してみてください。はい、ということで、最後ですね。こちらちょっと著作権違反になりそうなんで、モザイクかけておきました。鬼滅の刃、今ね、上映されてるはずです。コロナ禍にも、であるにも関わらずめっちゃ大ヒットしますよね。鬼滅の刃無限列車編ですね。単行本で言うと7巻とか8巻ぐらいですか？あそこら辺だと思います。これの、まあ、最後ら辺の部分です。ちょっとネタバレになって申し訳ないんだけど、俺がここで死ぬことは気にするなんて、ちょっとダメですね。これネタバレなんですけど、ごめんなさい。ちょっと
伝えさせてください。俺がここで死ぬことは気にするな。後輩の盾となるのは当然だ。柱ならば後輩の盾となるのは当然だ。後輩の盾となるのは当然だって英文で、高専入試の範囲である不定詞の応用を使った表現、こちらが出されてました。これを皆さん英語にしてくださいということで、Members, Job, It, My, Sealed, To, Junior, Is、 これを使って英文に直してくださいという問題を出してみました。やっぱりね、こういう身近な例とかを使って勉強しておくと印象に残りやすいかなっていうふうには思います。じゃあ見ていきましょう。これね、答え言いますよ。こうです。It is my sealed, it is my job, sealed じゃない。It is my job to sealed junior members。これ、直訳すると会社語構文だから、ここが不定詞の名詞用語になって塊で、後輩かな、下の、年下のメンバーを守ることは、ここが新主語、本当の主語で、仮主語の it に代入されて、後輩のメンバーでね、下の年下のメンバーを守ることは、イコールここに代入されて、イコール私の仕事だ。っていう風に読む。ここが新主語。ここが新主語。全体の主語。本当の主語。でも長すぎるから、後ろに追いやられて、仮主語の it が置かれた。で、この to sealed junior members を it に代入して、後輩を守ることは私の仕事だという風に表現すると、後輩の盾となるのは当然だという意訳になって、皆さんがね、この前習った学校で習った、仮主語構文で、鬼滅の刃の、英語の単行本のセリフが、表現できるといった問題でした。はい、ということで、これも対策ということでした。じゃあ、最後に締めくくって終わりましょう。同期講習お待ちしております。早いご決断ありがとうございます。焦らなくていいですからね、じっくり考えて、今本当に自分に大切なのか、必要なのかってことをしっかり考えてから、ご応募いただけると、嬉しいです。お待ちしてます。概要欄にですね、なんだ、詳細ページ、めっちゃ喋ったから疲れちゃった。詳細ページを貼ってますので、もしよければご覧ください。これ、早期特典ということでご用意してます。で、もし、単品で販売するのは未定ですが、仮に単品販売で開催するとしたら、だいたい4000円から5000円の予定でございます。はい、ということで、皆さん、ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。第2回高専入試本番速報用紙、平均点が何点でしたということで、中間発表させていただきました。まだ打ってない方、お待ちしてますので、お時間があるとき、まだ明日も休みですからね、どんどん受けてほしいなと思います。ということで、今回の動画は終わろうと思います。ありがとうございました。PGA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.